ボストークとは、1959年から1991年の間に、ソビエト連邦で使用されていた、宇宙機打ち上げ用のロケット。R-7 大陸間弾道ミサイルの流れを組む、ロケットで、三段式の構造を持つ。世界初の有人宇宙船ボストークを打ち上げたことから、この名があるが、それ以外にもルナ計画の1号から3号ゼニット、偵察衛星。 メテオール気象衛星など様々な宇宙機の打ち上げに使用された。名称は東という意味。ルナ計画で用いられた 8K70 にはルナロケットと呼ばれる場合もある。ボストークロケットは次の形式に細分された。8K70 にはスプートニクロケットの後継として設計されたロケットである。第一弾と。 第2弾はスプートニックからそのままの形で引き継ぎ、その上に新たに第3弾を追加した。最初期の 8K72 は月探査機の打ち上げに使用された。3回の失敗の後1959年1月2日にルナ1号の打ち上げに成功し、さらにルナ2号、3号の打ち上げにも使用された。他にボストーク宇宙船の無人試験機を3機打ち上げた。 8K72 の打ち上げ回数は12回だった。8K72K は 8K72 の改良型として開発された。2回のコラブリスプートニクの打ち上げに続き、ボストーク1号から6号までの打ち上げに使用された。他に、ゼニット衛星2機とエレクトロン衛星4機の打ち上げを行い、1964年にこの型の運用は終了した。 13回の打ち上げが行われ、うち11回が成功を収めた。8A92 は1962年から運用が開始され、ゼニットに偵察衛星の打ち上げのみに使用された。45機以上が打ち上げられたが、1967年の打ち上げを最後に、ボスホートロケットにその役目を譲った。8A92M は、比較的高高度の周回軌道や、 太陽同期動機軌道衛星を投入するために設計されたタイプでソ連発の気象衛星メテオールなどの打ち上げに利用された。他のタイプがすべて1960年代に運用を終了したのに対し、8A92M は1991年まで使用され続けた。打ち上げ数はボストークロケットの全形式中最多で94回を数えた。 信頼性も高く、失敗したのは2回のみだった。11A510 はローサット海洋偵察衛星の打ち上げに2回だけ使われた。外側に4機あるロケットが1段目で中央部が2段目で1段目と2段目は発射台で点火を確認してから打ち上げられる。3段目と2段目の段真鍋はトラス構造になっており、2段目の点火が終了する。 前に点火してから分離する。分離前に三段目に点火するので、トラスの間からガスが逃げるようになっていて、分離時に二段目の残留水力による衝突を避けられる。ありがとうございます。